おはようございます。最近は人生がめちゃくちゃ楽しく感じてき始めて、また追加でね、それはなんでかっていうふうに考えてたんですよ。またなんか変化があると何が原因で変わってるのかっていうことを常になんか求めたくなっちゃうんですよね。でなんか朝から夜にかけてだんだんまあテンションが下がっていくっていう感じはあるんですけど、まあその夜でもすげーテンション高くて楽しいっていう時間が多くなってきてる。まあすんげーずーっとっていうよりやっぱり朝の方がやっぱ楽しいんですけどね。でも夜にかけてでもなんか調子が良くなってくる。まあつまりはあれですね、細かいこと言いすぎましたけど、体調が良くなってる時間が多いね。あと幸せを享受できてるって感じがありますね。それの中で、2つですよね、2つあるんですよ、その要因が僕が分かったんです。1つはやっぱりケトジェニックだ、良い脂質を食べながら、食べる食事法ですね。で糖質が 50g、 まあそれが1つですね。でもう1個が、もう1個浮かんじゃった、3つ目が浮かんじゃった。ほんとね、まあいいや、その3つ目から、いや2つ目がね、マインドフルネスですね。シングルタスクとマルチタスクって分かりますか？マルチタスクっていろんなことを考えすぎちゃうようなところで、なんかまあバラバラになっちゃってる感じ、イメージで。シングルタスクっていうのは1つのことに集中してるみたいな、ご飯食べてるするじゃないですか。ご飯食べて美味しい、じゃあ、サラダチキン食べてます、サラダチキン美味しい、これ鶏肉でできてるんだ、もぐもぐみたいな感じでちゃんと集中する。それをなんか、スマホ見て YouTube 見ながらパクパク食べたら、それはマルチタスクなんですよ。だからシングルタスクっていうのはちゃんとこれをやる。そうすると疲れにくくなるらしいんですよね、脳疲労的な感じ。それも調べたんですけど、マルチタスクってすごい疲れやすくなるらしいんですよ。だからシングルタスクにとにかくする、している、それをね最近やってるんですよ。マインドフルネスですよ。だからシングルタスクにするためには今ここに集中するのを鍛える、そうすることがすごい役立ってるかなと。あとはキックボクシングですね、最後それが思い浮かんだのがね、腕が良くなってきてるからめっちゃねテンション上がってきてるんですよ。昨日もスパーリング久しぶりに始めたし、マスの感じ、マスよりちょっと強いぐらい、マスよりちょっと強いぐらいやったんですけど、良くなってきてるから超楽しい。その3つですね、幸せを感じられるポイント。まとめると、ケトジェニックで良い脂質な、まあ、脂質、ケトジェニックって脂質で、構成する、脂質を多く食べる構成する食事法なんですけど、それを良脂質にする。そしてマインドフルネス、一つのことに集中する力を鍛える。で3つ目っていうのがキックボクシング、俺はまあ自分の本当に好きなことがうまくいってるから、それが幸せ度が上がってきてるというような感じですね。健康度が上がってるんですね、自分の健康度、絶好調度と幸せ度がつながってるから、はい、そんな話です。何かの参考になればということで終わります。あ、ここ江戸川です、南行徳ってところです。こんな感じになってます。はい終わります。さようなら